どうも、朝日でございます、ご視聴よろしくお願いいたします。今日動画作ってたんですけど間に合わなくなっちゃって、結構凝り出しちゃって、しかもなんか自分の言ってることよくわかんないしと思って撮り直したりなんかして、そして時間が押して今日動画撮れねえなと思って、で最終手段です。はい、困った時の飯田くん、はい、飯田くん一匹でね、なんて言うんですかね、もう絵になるんですよ。絵になってますね。なんでワックしてんだろう。はい。ということで。で、まぁ、ちょっと、まぁ、まとまって、なんかね、なかなかまとまらなかったんで、やってる感じですね。飯田くん、こうなんて、こうやってるとね、なんかね、こう一緒にダンスしてくれるっていう技を覚えましたね。イエス。はい。もう、親バカですね。ね、ちょっとね、今日、ちょっと買ったものがあったんで、ちょっとそれ紹介しようかなと思って。ね、まあ、これね、これ。はい。ドン。ジェックスのイーロカですね。40センチ以下のサイズで、もう手に収まるけど、こんなちっちゃいんですよ。これ。はい。まあ、いろいろ使いますね。これを使って、パテモスさんにいただいた30センチのロータイプの水槽。はい。ちょっとね、ギミック的なやつを作ると思ってますんで、ちょっとこれ買いました。はい。よし。ピントがずれてるな。飯田くん。続きましては、これ。よくわかんないですけど、スターペット。スターペットの、爆破リング、銅材です。はい、来たら爆破石ね。もうね、私がね、昔からまあやってる方ね、爆破石ってもなんかすげえの出たな、みたいな。はい。まあ、それをさらにリングにしてしまったぞ。セラミックとのハイブリッドということで、もう凄まじい勢いですね、これ。きっと、すごいんだと思います。まあ、これなんで買ったかっていうと、安かったからです。はい、そして、はい、ジェックス何にいいんですよね。はい。ベストロカ。超吸着活性炭。うん、これちょっと。これね、アマゾンから買うとこういうとこに貼るんだよね。でもこれちゃんと取れます。ビリビリビリ。すごい、こんなもうなんか、トイレの洗浄中みたいなね、色から3時間でここまで綺麗になるという。はい。凄まじい吸収力でございますね。これ。はい。ここら辺。ここら辺を買いました。うん。まあ、あとは、ちょっと詳しくは言えないんですけども。台は買いました。お、ちょっとおしゃれじゃないですか。これね、ここら辺の台は買った。うん。台買いました。ね、なんかもう、ね、もうこれだけでなんか、いや、でもこれ以上は見せられない。うん、はい。まあ、こういう感じ。うん。こういう感じですね。他はね、何かあったかな。あといろいろ買いましたけど、まあ、これを使って、で、ギミック水槽。うん。もうただのギミックじゃないです。はい。物語があるギミックにしていきたいと思います。やっぱ10月、やっぱお月見とかね、お団子とかね、うん。なんかそういった秋らしいのをちょっと感じつつ、はい。物語のある、2回どんどん言ってますけど、物語のある水槽を作っていければなっていうふうに思っております。はい。あんまりこういうのって見たことないな。爆破リング炉材、もうこんなの飛びつきますよね。結構安かったんだよな。ちょっとでも時間がなくて、多分値段とかも全然出せませんけど、めっちゃうるせえな。まあ、綺麗な水を作ろうということでございます。ちょっとね、
明るすぎると私が映り込んじゃうんで。ということで、ちょっと飯田くんをバックにお送りさせていただきました。朝日のおでこ TV。今日はこんな感じのやっつけ気味ではありますが、今後の展開を匂わせる内容でございました。はい。ということで、お送りしましたのは私、朝日でございました。